はい、皆さんこんにちは、ワナリングルフィッシュです。では今回は、提督の決断法、続きをプレイしていきたいと思います。でですね、大本営から出てる作戦目標が5月までに、南太平洋攻略になっています。で、南太平洋がこちらなんですね。で、今南太平洋にはアメリカの第5艦隊、ここにはエンタープライズ、空母エンタープライズが入っているんですよね。で、これだけだったらもちろん十分に迎撃できるんですが、おそらく、増援が出てくるんじゃないかなというふうに思っています。で、具体的にはハワイにはそれなりの戦力、ちょっとね、見えていないんですけど、それなりの戦力がいるであろうということと、中部太平洋にはね、とんでもない戦力が揃ってますんで、具体的には第2、第6、第12、第14、第16艦隊の5個艦隊です。なので、これをどう防いでいくかということになります。で、おそらくですね、このまま南太平洋になだれ込んでいっても勝ち目はないかなと思うので、一旦ですね、全艦隊をオーストラリアに入れて、艦隊を復旧させます。一部ね、大破してる艦隊とかいますからね。ここは3個艦隊で空母6隻を持っている主力艦が揃ってるので、ここが万が一撃沈されるようなことがあるとかなり厳しくなります。というのを踏まえての話になりますね。で、小笠原沖にもですね、敵がおそらく侵攻してくるんじゃないかなと思うんですが、まず第2艦隊に関して言うと、もうこの状態です。なので一度日本近海に戻します。で、第5艦隊はね、慶准1機大破してますんで、これはですね、ちょっとどうにもならないというところもあるので、一度ですね、ドック入りをしてあげなきゃいけないかなというふうに思っています。なので、まずこの第5艦隊もドック入りです。で、第1艦隊も一度ね、それに合わせてドック入りします。では進めていきましょう。でね、画面下に出ている左からお金、石油、アルミ、鉄、これがね、全くない状態なんで、どうにもならないんですよね。ここは戦略的に勝利を収めたというところか。艦隊をね、撃沈できてないっていうのがね、戦艦クラスをね、リベンジ、戦艦、これ1隻でも撃沈してればっていうところですけどね。甲斐大和型が作れるようになったか。ただ建造資金のお金がないからな、甲斐大和型作れるようになりましたけど、前回前々回かな、大和がね、撃沈させられてしまいましたからね。今ドック入りしたんで、これで2週間ですね、2週間待ちましょう。で、肝心の日本近海の方がどうなってるかというと、日本近海は、第2艦隊が1週間で治るか、さすがだね。で、第5艦隊、第7艦隊、第7艦隊はちょっと時間かかるか。これ、第7艦隊と、第1艦隊はもう合わせちゃいましょうか。編成します。まず、第7艦隊はよくて、第5艦隊ですね。第7に第5併合しましょう。で、第8艦隊、第9艦隊、第9艦隊か。で、第11艦隊、第12艦隊。この辺りももうちょっとね、これ一つでの戦力というふうには考えられないんで、まず第2艦隊の方に第11艦隊を全部移しましょう。なので、第2艦隊を選んだ状態で編成をして、第11艦隊。違うね。ちょっとお待ちくださいね。変更を加えたかったのは第7艦隊
違うね、第8艦隊、違う、第9艦隊だ。第9艦隊に第11艦隊を併合しましょう。ここね、軽空母龍城が一隻だけなんで、もう少し欲しいですよね、戦力的にはね。で、これで第1、第2、第2艦隊もうちょっと戦力欲しいですね。これじゃあ第12艦隊と併合しましょう。で、提督もちょっとこの機械に乗せていきましょうか。乗っていないところがいくつかあるんじゃないかなと思いますんで。これでだいぶ艦隊は再編成されたんじゃないかな。で、正規空母の方には、座礁させましょう、提督を。空いているのが誰がいるかというと、あんまりいないんだな、フリーの提督ってね。いないね。橋本慎太郎は？橋本慎太郎は砲撃レベルは高いのか。まあ、正規空母に一応乗れるんで、空母に乗せときましょうか。本来だったらね、砲撃戦ができる戦艦とかに乗せてあげたいかなという気もするんですが、まあ、それはおいおい。おいおいやりましょう。いや、待って。戦艦山城に乗せた方がいいかな。まあいいか。一旦これで行きましょう。よし、これで艦隊の再編は終わりましたね。第1、第2がいて、第3は？第3艦隊は今、あ、そうか。オーストラリアにいる艦隊だもんね。第4もオーストラリアだよね。で、第6艦隊はというと、インド洋に進出中か。第6艦隊は結構時間かかるね。こうやって見ると。潜水艦隊がいて、まあ、ここはもう守備って感じですね。13艦隊治るのに13週間もかかるのか。大破している戦艦金剛が治るのに。インド洋は確かにね、ドックは小さいですからね。で、第7はさっき日本再編したね。第8、第9もいい。第10艦隊は？第10艦隊はオーストラリアにいる艦隊か。で、第13艦隊はインド洋。第14もインド洋。第15もインド洋。第16は、ここにいる小笠原 にいる、潜水艦隊だね。潜水艦隊も一度日本近海に引き上げましょう。お、駆逐艦が2隻入りましたね。さ、では、オーストラリアの方はどうなったかというと、ドッグ入りは、あと1週間かかるんだな、まだ。で、お金が8800とちょっと増えたので、ここはもう忘れないうちにしっかり輸送船を配備しましょう。お金がね、回ってこないですからね、輸送船を作ってあげないと。なんで、ちょっと今回輸送船を優先的に作ります。輸送船を、8隻作りましょう。で、作った輸送船を各海域へと配備。まずはインド洋だね。インド洋はね、輸送船の数いくらあっても足りないぐらいですからね。あとマラッカもね、輸送船の数足りてないよね。で、あとはオーストラリアもお金の宝庫。オーストラリア5隻しか配備できないか、しょうがないね。オーストラリア優先的に配備した方が良かったかな。まあ、ちょっと次回に持ち越しましょう。で、お金とアルミがあるんで飛行機を作っておきますか。あとは諜報活動ですね。ああ、技術開発も忘れないようにしないとな。技術開発は航空レベルを上げて、残りは薄く入れておきます。で、あとは飛行機の
生産。まずは艦上の戦闘機欲しいけど、3人型だな。3人型を14機で、あとは観光ですね。攻撃機は欲しいんで、もうお金がないね。しょうがないですね。で終了します。で、あとは各艦隊に艦載機を配備していきましょう。もうここはね、丸々乗せていくのが正解ですからね。もう自動配備にしたらちょっと減っちゃったけど、まあいいか。で、春日丸、これ艦載機だいぶ減ってるね。で、千代田、これも艦載機をマックスまで配備しちゃいましょう。30の29になってますね。で、あと第2艦隊って空母いた？あ、軽空母がいるのか。いや、この辺りも結構空母の艦載機数は減らしてるな、思ったより。もっとね、減ってないかなと思ったんですけど。航空機、飛行機も数がちょっと全然足りてないですね。そうするとオーストラリアにいるこの主力の空母艦隊の方は大丈夫なのかって心配になっちゃいますよね。この辺りはそれなりに積んでるね。こっちの方は大丈夫だね。よし、ではもう一ターンこらえて敵連合艦隊3号艦に侵入か。作戦ですね。2000円もらったぞ。そしたらね、やっぱりね、日本人の夢、皆さんからは潜水艦とか駆逐艦とか作った方がいいっていうね、アドバイス本当にありがたくいただいているんですけど、ここはね、やっぱり戦艦ですよ。戦艦を作りましょう。その名も海大和型。作れないな。鉄が足りないね。お金も足りない。いや、お金は足りてるね。鉄が足りないんだな。しょうがないね。ターンを伸ばしましょう。でだ、その代わりに何をするかというと、輸送船ですね。輸送船を作りましょう。で、輸送船をオーストラリアに配備。で、だ、珊瑚海に敵が出てきてるけど、これ珊瑚海で迎え撃つか、オーストラリアで迎え撃つか悩ましいな。オーストラリア沿岸って今飛行場ってどうなってんだっけ。未建設か。飛行場建設した方がいいよな、どう考えても。ただ今その金がない。オーストラリア沿岸ね。まあ箇所でもいいから作っとくか。6週間後にかかるって、6週間後か。
だいぶ先は長いな、まあ、とりあえずオーストラリア沿岸で敵を迎え撃ちましょうか。そうしたら日本近海からは主力艦隊を出していきましょう。完全に復帰してますからね。小笠原沖へ。第二艦隊も小笠原沖へ。で、第九艦隊はこれをインド洋に派遣しておきましょう。で、インド洋にいるもう大破して13周かかるとかっていう艦隊に関してはもう日本海に戻しましょう。この第6艦隊ね、一度日本に戻します。いやー、なんか敵の動きが活発化してきてる感じがしますね。で、お金も鉄もそれなりに今回はあるので、ちょっとずつ回ってきたのかなって感じがしますね。技術開発、であとは情報ですね。スパイをガリガリ送り込みましょう。ガリガリ、空母はまあいいかな。開発する価値はないよな。航空機だよね。航空機も今のところ必要ないか。この辺りは必要ないじゃあ必要ないんですよね。レーダーはやりましょう。で、あとは輸送船、で輸送船は作ったら配備ですね。オーストラリア沿岸はね、もう絶対に失いたくない最重要拠点ですからね。で、あとはそうだな、それなりに物が取れるところに人を、人じゃないですね、セレベス海は全然足りてないじゃん。セレベス海とかこんなにお金と石油と鉄が取れるっていうのに、いやー本当に全然足りないですね。そしたらあとはやっぱりね、航空機の生産ですよ。で、戦闘機はこの前作って、97の観光はちょっと数が足りてない印象だったので、97の観光は少し作りましょう。で、爆撃機が全然足りないんですよね。爆撃機が、救急式の艦爆を作っておきましょう。水星と救急だとどっちが能力高いんだろう。まあ、圧倒的に水星の方が高いね。なんで水星に移行していきますか、徐々にね。お金だ、お金がない、お金がなさすぎる。さあ、これでターンを進めていきます。小型ディーゼル機関の開発ができると、まあ、これもやっておきましょうね。あー、来週に南太平洋か。これ無理だな。だってここにさ、敵の艦隊いるんだもん。まあ、ただ3、5回これ叩いておく。敵の第3、第4艦隊いるけど飛行場はないはずなんで、ここはじゃあ奪還しに行きますか。再度
中部太平洋には敵の艦隊はいないのか、今。じゃあ小笠原沖から進出しちゃう？いっそのこと。本当にいないのかちょっと疑問だけどな。いるんじゃないかっていうドキドキ感がちょっとありますけど、まあ一度艦隊を出してみないことにはわからないんで、出しましょう。お、サンゴ海は敵は撤収したんだ。お、で、ここには敵がいると。もうここはね、敵よりいかに早く敵の場所を突き止めるかにつきますからね。どこに発見したってんだ。どこ？ここか。敵の空母がいるな。見てりゃわかる。見てりゃわかるよ。ここはもう敵の空母を仕留めることだけに専念しましょう。いい、その辺はいい。もう敵の空母だ。敵の空母をとりあえず仕留めよう。いやー、ここがこんな激戦になるとはちょっと思わなかったな。まあ、ただ敵の空母はどうしても沈めましょう。何？味方の空母が大破だと？狙われてるな。敵の方が空母の数が多いもんな。いやー、ここは撤退だな。撤退しましょう。撤退だ。撤退しながらも一応敵の艦隊を一隻でも二隻でも沈めよう。
マジかー。空母が沈められたか。何が沈んだ？正規空母。ジョン、とかな。いや、空母の数が違いすぎる。空母の1隻でも2隻でも沈めてやりたいわ。直縁がなんとか持ちこたえてくれれば空母1隻の損傷で済むかな。むしろ空母を逃がすことを前提に敵に特攻をかけるか。このまま夜になれば逆に戦艦が主力のこっちの方が有利になる。よし、これは追撃だ。追撃に変える。敵の空母を狙いましょう。ピンチをチャンスに変えましょう。敵空母の鼻先を抑えるんだ。逃がすなよ、敵空母。夜が明けるまでに敵の空母を。1隻でも2隻でも沈めよう。夜はまだ始まったばかりだぜ。よし、護衛空母だけど、まあ、撃沈できたことは大きい。まだまだ夜は始まったばかりだよ。いい、戦艦を大破してもいい。敵の空母を沈めるんだ。そしたら足の速い駆逐艦は別に動かしましょう。で、足の遅い戦艦は砲撃戦で敵の空母を沈めにかかろう。
いやー、敵護衛空母までいるからな、正規空母以外にも。これ正規空母は一隻も撃沈できないか、護衛空母だけですかね。夜明けまでまだ時間がある。敵の空母、正規空母、この2隻だけでも撃沈したい。何、夜が明けた、撤退だ。今度こそ本当に撤退しよう。全艦撤退。いやー、夜中のうちにもうちょっと数沈めたかったなー。ただ護衛空母は相当数沈めましたよね。敵の護衛空母は。まあ、護衛空母が目的ではないですからね。ちょっとこれは戦火の画面を見ましょう。まあ、味方は空母も撃沈されてるし、相手は正規空母撃沈できてるかどうかですね。敵の護衛空母は、まあ何隻か撃沈は確認しましたけど、この目で。問題は正規空母ですからね、正規空母。はい、というわけで中部太平洋への進出は失敗してしまいましたが、どういう状況になったかというと、まず敵は、護衛空母だけだな。護衛空母が2隻。お、ただ正規空母ワスプ1隻撃沈してますね。で、味方はというと、正規空母1隻撃沈か。で、従順はじめ、かなりの数が損傷されてますね。はい。まあ、ちょっとね、どっちが勝ったかっていうのは難しいんですが、砲撃戦か情報。はい。まあ、ちょっと厳しい状態なんですが、一度ですね、この辺りは戻って、再び戦力の立て直しをする必要があるかなというふうに思っています。
というわけで、今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。